あ、この匠は前のパートにいた匠じゃん。こいつさ、めっちゃ綺麗だったんだよね。どんな爆発するんだろう。ちょっと見てみたいよね。なにこれ、すげえ綺麗なんだけど。あ、全然外役じゃない、外役じゃない、外役じゃない。どうもこんにちは、ピクトです。なんか臭く、ということで今回はですね、匠クラフト番外編2ということで、まあ今までね、戦ってきた匠でなんか爆発見てない匠とか結構いると思うんで、まあ見たやつとかもいるんですけど、今回は匠の爆発をね、見るというね、動画になっております。まあとりあえず一発目はさっきの茶碗で使った匠なんですけど、このなんていうの、結晶の章っていう字に匠ってやつなんですけど、こいつはなんかね、デフォルトでなんか光ってる匠みたいな感じなんだよね。見た目はね、普通の匠なんだよね。でこいつね、爆発させるとなんか光みたいのが出てきて、あれなくなってる、なんで、なんで、ああ、時間差、時間差やめて。ちょっとなんかこういう光みたいのが出てきて、で消えるんだよ。で消えて時間差で爆発するみたいな、そういう感じなんだよね。なんかだから本当にさ、俺茶番時さ、あれなんか一回テストで爆発してたから知ってたんだけど、急に来ると思ってなかったからガチでびっくりしちゃった俺。じゃあ次、この桑田組いきます。え、桑田組ってさ、顔の横に、あ、もう後ろにもほとんどクワついてるんだけど、え、こいつ爆発したら何が起きるんだろう。爆発自体は普通なんか、あーあー、うぜーうぜーちょっと待って、俺が時間をかけてさ、爆、匠を、じゃあ次はちょっと動物系の匠紹介していくか。見た目がキモいなこいつ動物の匠不気味すぎでは。多分ね、爆発自体はこいつら普通だと思うんだよね。こいつら倒したらなんか手に入んのかな、普通の。あ、動物系の匠を倒すと多分焼き豚とかが出てくるみたいな感じかな。多分ウサギ匠とかももう最初から焼けてるみたいな感じなんじゃない。とりあえず一回爆発だけさせよう。ちょ待って、全然こいつ、あ、やばい、死んじゃ死んじゃ死んじゃ、あ、結構ちょこまか動きながら普通に爆発するからなかなかうざいんじゃないかな。なんか目が赤いから虫みたいだったんだけど。で、羊匠。あ、羊匠さ、こいつさ、こいつなんかね、色がね、いろいろあるみたいなんだよね。で、倒すと、匠式、白色硬質羊毛みたいな感じで、爆発に強い羊毛が落ちるみたいですね。他に色出てくるかな？あ、すごいわ、これ。狼匠は何落とすんだろう？なんか、落とすのかな？特に、まあ、肉がないから落とすものはないみたいな感じかな。あ、すげえ。え、あ、狼匠って爆発したら狼呼ぶんだ。こいつってさ、敵対してんのかな。これで爆発した状態で見たら、これは敵、あー、敵になってる、やばい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 、死ぬ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 、危ない、危ない。で、オウム匠、オウム匠に関してはこれは完全にいきなり飛んできて爆発してくるみたいな、そういうパターンでしょこれ。あ、待って、羊とかもそうだ、やばいやばいやばい、あー、近い近い近い、あー、まあそういう感じなんだろうね。で、次これラマ匠、ラマ、普通、なんか正面から見るとめっちゃ顔アホじゃねえ、ラマ。多分近づくとよだれめっちゃ垂らすんですよ、こいつ。あれ？あえ！あれ、こいつさ、よだれ垂らすとかじゃなかったっけ？あれ？あ、違うのか。普通に爆発してくるんだけど。しかも、あ、待って、何？遠距離！強くね？しかも一撃で死ぬんだけど。強っ！牧場匠ってさ、動物はランダムなんかな？前回やった時は白熊とか出てきたけど、あ！今回白熊いないってことはランダムだ、これ。うざくね？え、普通にラマとかさ、馬とかいるし、アオリーパーだこれ。こいつなんか爆発するとなんかピョンピョンピョンってなんかピョンピョンするんだよねこいつ。なんかこうやってなんか通り過ぎてっちゃうんだよね。これ多分こうやって呼ぶと、あ、ほらで遠く行って爆発しないんだよね。だからもうほんと言ったら、うわーってさせるだけみたいな、なんかそういう感じっしょ。なんか意外とこいつ危険じゃないっていうね。え、待って、今気づいた、アオリーパーこいつあれじゃん。え、倒すと爆発すんのそれ。え、めっちゃうざくねお前。うわあ、なるほどね。無理やりに倒そうとすると爆発して死んじゃうんだ。次はこの、現象ってやつなんだけど、これ爆発したら何が起きるんだろう。前回わかんなかったんだよね。なんか、能力、あ、なんか体力増強してね。むしろなんか逆に良くなってない、なんか。え、体力増強してないんだけど。俺体力4つしかないんだけど。あ、死にはしないけど、体力がもうバチコリ減るっていう、あ、そういう感じね。じゃあ次、この爆人匠。爆人匠ってさ、なんだっけ、なんか、爆発食らうと、なんか能力というか、うわー、死んじゃった、死んじゃったら意味ないや。なんかね、爆人っていう能力がつくはずなんだけど、これどういう効果だっけな、まあ、爆人。なんか2秒だけ、ああ爆人状態になって、ゼロになった瞬間にもう一回爆発するんだ。爆人状態になる、戻る、で、これで、
まあこういうことね。あ、時間差で殺しに来るみたいな、そういう感じね。サボテン匠ってさ、これ何なんだろうね。サボテンが爆発するみたいな感じかな。それとも、うわ周りにサボテンがめっちゃ生えてくる的な感じか。これさ、地味にうざくない？これ。え、これダメージ食らうやつでしょ、普通に。普通にだってさ、近くで爆発されちゃったらさ、ダメージめっちゃ食らうでしょ、これ。あ、痛い。あ、あ、待って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 、抜け。出せちゃった。意外とちょろかった。ハスク匠あれだよね。前回普通に出てきたよね。こいつなんか爆発すると普通にね、ハスクが大量に出てくるんでね、こんな感じで。何体これ ?1、2、3、4、5、6、7、8、9。めっちゃいるじゃん。ストレイ匠は確か、あ、なんかポーション持ってる。なんか矢に効果持ってんでね、こいつ。撃ってこいよ。おい、いいよ。来いよ。おい、撃ってこいよ。待って、え、あ、こいつ矢もあれだ。強いやつだ、これ。全然当たってないけど大丈夫？全然当たってなかったよ、君。ストレイ匠ってさ、なんか爆発したらさ、なんか能力みたいにつくっけ？これで、あ、透明感、あ、そうか、透明感になるんか、そういえば。次、苦笑。苦笑ってさ、俺なんか見てないんだよね、地味に。こいつ爆発したら何が起きるんだっけな。全然覚えてないんだよね。あれ？あ！こいつあれか。なんか永遠と爆発し続けるみたいな、すげえうぜえやつか。こいつだから、ずーっと爆発するから、もう、めちゃくちゃうざいみたい、そういう感じか。で、しかもこいつ自体は、なんかダメージ食らわないんだよね。あ、それは苦笑だわ。じゃあ次、このキョムキョムプリンね、ちょっと、キョムキョムプリンちょっと爆発させていくか。こいつなんだっけ、なんか爆発するとさ、俺なんて言ったっけか、なんか、実況のやる気がなくなっちゃって引退するわ、みたいなこと言ってた気がするわ。こいつ爆発すると、あれ？何が起きたんだ、今。キョムタクミ。あ、あれか、周りの草とかなくなった、今。こいつの能力は不明なんだけど。なんだこれ。あ、でも、あ、でもやっぱ草とかなくなった。じゃあ次、このね、タクミタクミってやつ。じゃあこいつ爆発させるか。こいつね、なんか爆発すると、周りのなんていうの、草ブロックとか、なんか葉っぱとかが、なんか爆発ブロックに変わるんだよね。なんかこんな感じで。これすごくね。うわ、うるせえうるせえうるせえ。音でけえ。なんだこれ。うわぁ。え、あれってどうなってんだろうね。なんかさ、周りのブロックが全部、なんか爆破ブロックに変わってるんだけど、これってどういう仕組みなんだろうね。これ多分コンクリートとかも全部爆発するんじゃないかな。ちょっと見てみるか。これ普通に、ほら、なんかぐにゃぐにゃってなって爆発するんだよね。え、これすごくね。これって動物とかもさ、地味にさ、なんか爆発したりするかな、これ。あー、やべっ。あ、じゃあ次、貫き匠いきますか。こいつはなんかさ、爆弾一回だけ使ったけど、多分、岩盤まで持ってくんじゃないのかな、これは。すげえめっちゃ爆発する。あ、やっぱ岩盤まで行くんだ。すごいな、これ。派手だわ。次、寝台匠なんですけど、こいつはなんかね、近くのベッドが爆発するのかな。今、拠点が近くにあるんですけど、これ多分今爆発させたら、あ、やっぱそうだ。え？え？ちょっと待って。え？寝台匠の爆発強すぎない？普通に匠式レンガとか吹っ飛ばしとるやん。これで爆発するっしょ。あ、やっぱそうだ。え、すげえ持ってくじゃん。え、このベッド、え、強すぎない？ちょっと。よし、じゃあ次、ヴィンディケーター匠呼んでいきましょう。ヴィンディケーターってなんだっけ？こいつ魔法、あ、こいつあれか、斧とか持つやつか、確か。こいつなんか匠式の盾と宝剣、あの、こいつドロップすんだよね。あ、しかもこいつ近づくとあれなんだ、爆発してくるんだ。結構厄介だね、それ。あ、なるほどね。剣と盾持ってて、まあ、爆発もすると、なかなか厄介ですね。で、次、エボーカー匠。こいつが、なんだっけ、ベックス匠か、を召喚してくる、なんかうざいやつね。もう基本うざい。うわぁ！魔法も使ってくる！やべえ、めっちゃ爆発してくる！ちゃんと魔法も使って、うわぁ危ない危ない！うわぁすげえ！え？あれなんかハサミみたいなやつ使った後爆発するんだ。すげえ！そうか、爆発じゃなければ攻撃食らうんだ。普通のあのハサミの方は食らうんだ、ダメージ。じゃあ次、イリュージョナー匠。俺、イリュージョナーってよくわかってないんだよな。こいつ何者なの？こいつ、うわぁびっくりした！え？あ、そんな盲目とかも使ってくんの？なんかこいつ確かさ、なんか分身してきたよね。なんか分身もしてくるし、うわぁ、超びっくりした、怖い怖い怖い。あとなんか、あいつ弓持ってるんだけど、匠式の弓持ってるから、撃ってきた後爆発するんだよね。あ、いた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 。今、何？あ、ここにいるんじゃない？この辺に。うわぁ、ちょ、怖い怖い。怖いし、もう。音びっくりする。あぁ、ちょ、毎回びっくりするから、それ。あ、で、この爆破で倒せるわ。オッケー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 。次はですね、この中匠、こいつもなんかね、デフォルトで光ってるんだよね。さっきの、あの、一番最初に紹介した匠よりなんか、めっちゃ光ってる。語彙力がない。こいつ綺麗じゃね、なんか、カードのさ、キラーカードみたいな感じなんだけど。え、なんだ？うわぁ、なんか撃ってる！危ない！葉っぱが浮いてる。
なんか不思議なんだけど、これどういうこと。まあ、これあれか、地面を上に持ってくみたいな、そういう感じかな。でもこいつかっこいいな、マジギャラクシーなんだけどこいつ。あ、かっけえわ。あ、こういう感じになるのね。すごいわ、これ。じゃあ最後に、ちょっと上位たくみ一体ぐらい紹介しておこうかな。このゆかりたくみ。ゆかりたくみちょっと爆発させようぜ、こいつ。こいつなんか本編だとあんまりね、わかんなかったんだよね。うわぁ！うわぁ！音がでかい。うわ、すげえ。え、なんか土生み出したんだけど。え、なんもなかったよね、ここ。え、すげえ。なんか平坦にする効果と、平らな大地を生み出す匠なんだけど、すげえこれ。すごいな、まさかの大地を生み出す感じか。え、じゃあこれ横から爆発してったらさ、またここも広がってくんじゃないの？どう？終わったこ、おーすげえ！これあれじゃあ、埋め立て地とか作るときにめっちゃ便利な匠じゃね？で、海の近くで爆発させれば勝手に埋め立てできんじゃん。今適当に言ったわ。